よっしゃ、100点取ったど。はあ、いや、100点取ったらお母さんに何でも買ってもらえるんだよね。何買ってもらおっかな。すっごい、ひまりたくさん勉強したんだね。へへ、そうなんだよ。ひまりが100点、そんなのありえる？いや、ありえねえだろ。国語のテストが開始してすぐにひまりとハルトはいびきかいて寝てたぞ。そうよね、あんな短時間で全部解けるわけないし。ふっふっふ、事実は小説よりきなり。見て見て、ちゃんと100点でしょ。本当に100点だ。どうしてだ。君たちに素敵な言葉を教えてあげよう。努力は裏切らない、これは努力の成果だよ。0点だ。え？決まりは0点だ。何言ってるのさ、畠山先生。ここにこうして100点って書いてあるじゃん。答案をちゃんと見てみろ。白紙？おいおい、これで100点なのはおかしい。ああ、だから100の下に0って書いてあるだろ。これはどういうこと？決まりのやつ、自分で100点って書いたんだ。はあ？でもこの数字の書き方、畠山先生にそっくり。ああ、だから本当に100点を取ったのかと。そりゃそっくりだよ、私のテスト勉強って。本当？本当に本当？お母さん、100点取ったら何でも買ってくれるの？ああ、本当に100点取ったら買ってやるさ。今までのテストで1点か0点しか取ってないあんたが100点を取れたらね。うおー、取る！絶対に100点取るよ。私、やればできる女だから本当に取っちゃうから。とは言ったものの、100点はなかなか難しい。ううん、確実に100点を取る方法。そうだ、畠山先生の筆跡で答案に100点って書いちゃえばいいんだ。幸い私には1点と0点のテストがあるから参考にできる。よし、私はそうひらめいてテスト勉強のすべての時間を畠山先生の筆跡の真似に当てたわけ。こうして私は100点を取れたわけさ。取れたわけさじゃないわよ、0点だから。これ見せても絶対に買ってもらえねえぞ。答案白紙なんだから。いや、私は100点取れって言われただけだからきっと買ってもらえるって。なるほど、今度のテスト勉強はその作戦で行こう。ハルト、こいつの真似をするな。ちゃんと勉強しろ。あー、じゃあ次はあやね、取りに来い。はい。よく頑張ったな、本当の100点だ。やった。おー、あやね一緒じゃん。一緒にするな。いや、畠山先生も鼻が高いね。自分のクラスから100点が2人も出るなんて。お前のせいで鼻が埋まりそうだ。校長にこの答案を見られてちゃんと指導しろって怒られたくらいなんだぞ。不憫だな。だろ。次はマサヤ。はーい。よく頑張ったな。よっしゃ、100点。マサヤくんも？次はケンタ。ケンタも頑張ったな。はーい。よっしゃ、俺も100点。すごい、こんなに100点がいるなんて。次はサキ。サキも頑張ったな。やったー、100点だ。4人連続。最後にミキ。ミキもよく頑張ったな。ヒャッホー、100点。これで9人、私も含めたら100点が10人じゃない。すごい、すごすぎるって。こんなの学校始まって以来の快挙じゃないの。なんであんたを含めてるのよ。でもすごい、簡単なテストじゃなかったのに。担任の先生の担任の教科だからみんな頑張ったのかな。畠山先生、人望があるんだね。ああ。ああ、なんで自分のクラスの生徒が10人も100点を取ったのに嬉しそうじゃねえんだよ。確かに、いつもなら畠山先生泣いて喜びそうだよね。あ、もしかして100点をそんなに取らせたら逆に怒られちゃうとか。
違う、怒られたりはしない。嬉しいぞ。嬉しいに決まってるじゃないか。じゃあテストの答えの確認をする。そうだ、100点を取った生徒は放課後教室に残ってくれ。いいな、きっとご褒美もらえるんだよ。羨ましい。今度のテスト俺もちゃんと頑張ろう。はあ、俺は畠山翔、噂高校の教師だ。今年で教員5年目の俺。俺が教員をしてからクラスで10人が100点を取るなんて初めて。そしてひまりが言ったように、これは学校始まって以来のことだ。これは本当に喜ばしいこと。喜ばしいことなんだ。本当に実力で全員が100点を取ったならば。そしてその日の放課後、みんな集まってくれたな。うん。で、ご褒美は何をくれるの？ひまり、なんでいるんだ？え？だって私だって100点取ったじゃん。私は何度も帰れって言ったんですけどね。ひどい！同じ100点なのに仲間外れなんて。とりあえずひまりは帰れ。いいから帰れ。わかったよ、畠山先生のケチン坊。畠山先生、そんなに怒らなくても。そうだな。でもこれからする話は大事な話なんだ。大事な話？なになに、大事な話って？もしかしてなんかの推薦くれるとか？それだったら超嬉しい。早く何なのか教えてよ、畠山先生。こんなこと言いたくないが、この中に自分の実力では取れない100点を取った人間がいないか？自分の実力では取れない100点の人？ひまりみたいにってこと？あ、もしかしてカンニングを疑ってるってことですか？はあ？そうなんですか？ありえない、畠山先生。いい先生だと思ってたのに生徒を疑うなんて。超ありえないんですけど。畠山先生にはがっかりした。マジありえないんですけど。すまん、本当にこんな疑いをかけてしまって。でも9人も100点を取るとな、あやねが言ってたように簡単なテストじゃなかったんだ。100点を9人も取れるテストじゃなかったんだよ。この場で名乗り出ろとは言わない。来週の月曜日までにこっそりでいいからやってしまったと教えてくれないか。あっ、頭きた。俺たちの努力を疑いやがって。教師失格だろ、畠山先生。証拠はあるのかよ。そうよ、証拠を出してよ。そこまで言うなら、私のお父さんの友達の友達が弁護士なの。畠山先生のこと訴えるよ。そうだ、訴えてやろうぜ。ちょっとみんな落ち着いて。あやねも悔しくないのかよ、カンニングを疑われて。いや、悔しいけど、とりあえず落ち着こうよ。証拠はないし、訴えたかったら訴えていい。集まってもらってすまないな。もしカンニングしてしまったやつがいるなら、さっきも言ったように自分から言いに来てくれ。俺は待ってるから。じゃあ帰っていいぞ。たく、誰もカンニングしてないんだから行くかっつな。マジで意味わかんねえ。絶対に親にチクってやるからな。畠山先生なんか大っ嫌い。これで不登校になったらあんたのせいよ。みんな帰ろう。おい、ちょっとみんな。あやね、すまないな、こんな思いさせて。畠山先生、本当に9人も100点を取るのがありえないからカンニングしたと疑ってるんですか？畠山先生がそんな理由で生徒のことを疑うなんて信じられないんですけど。あやね、お前に頼みがあるんだ。頼み？その日の夜。畠山先生。はい。雅也君のお母さんから電話です。かなり怒ってるようなんですけど。わかりました、今出ます。ああ、またか。お電話変わりました、担任の畠山です。ちょっとあんた、どういうことなの？雅也ちゃんから聞いたわよ。雅也ちゃんたちが100点を取ったのをカンニングだって決めつけたんですって？決めつけたわけじゃ。決めつけたようなもんでしょ。雅也ちゃんかなりショックを受けてたわよ。あれだけ勉強頑張ったのにカンニング扱いされたって。申し訳ありません。謝って済むことじゃないのよ。
あんたのこと教育委員会に言ってやるんだから覚悟しなさいよ。あ、切れた。畠山先生、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。畠山先生、咲さんのお母さんからお電話です。わかりました。結局その日は彩音の親以外からお怒りの電話があった。こんなに多くのクレームを受けるのは初めてだ。精神的にもかなりきつかった。でもしょうがないよな。これもきっと生徒たちのためになることだ。そして翌週の月曜日、結局誰も俺のところには来ず、その日の放課後再度生徒たちを集めることにした。ごめんな、また時間を取ってもらって。謝るなら集めるなっつの。母さんが話したのにまだ懲りてないのかよ。本当にありえない。やっぱり母さんに教育委員会に言うように言うわ。そうしましょう。畠山先生のことクビにしてやりましょうよ。それ大賛成。で、何？用がないなら帰りたいんだけど。今日はみんなに再テストを受けてもらう。再テスト？ああ。これでみんなが100点を取れたら、俺はこの学校を辞める。は？辞める？そんなのどうせ嘘。この通り、退職願いも書いてきた。うわ、ガチか。テストを始める前に最後に確認させてくれ。カンニングしたと名乗り出てくれる人はいないんだな。だからしつこいっつの。カンニングはしてないんだから名乗り出るやつなんているわけないでしょ。わかった。じゃあテストを始めるから全員座ってくれ。よーし、みんなで100点を取って畠山先生を辞めさせてやろうぜ。それじゃあテストを始める。50分後、テスト終了だ。採点するからテストを回収する。俺100点の自信あるぜ。私も。これで畠山先生辞めさせられるな。ってことでもう帰っていいよね。さようなら畠山先生。もう会うことないと思うけど。採点はすぐ終わる。帰らないでくれ。え？すぐ終わる？9人分の採点なんだから時間かかるだろ。もう終わった。は？適当なこと言わないでよ。ちょっと、保護者呼び出しってどういうこと？こっちだって忙しいのよ。それに子供たちに再テストを受けさせたみたいね。あなたまだ反省してないの？校長、このダメ教師やめさせて。畠山くん、再テストの用紙を見せてあげて。はい、皆さんのお子さんの再テストの結果です。は？みんな30点以下？そんなわけないでしょ。わかった。前のテストより難しい問題を出したんでしょう。それで点数取れてなかったからカンニングしたってことにしようってわけ？やることが卑怯よ、教師のくせに。この件も教育委員会に報告させてもらうから。もういいわ、こんなところにいても時間の無駄。マサヤちゃん、帰りましょう。ちょっと、マサヤちゃん。母さん、違うんだ。テストの内容がでしょ？わかってるわよ。そうじゃなくて、テストは前のテストと一緒だったんだ。はい？そんなわけないでしょ。なら100点取ったテストでどうしてこんな点数を？ああ、きっとあれよ。テスト終わってしばらく経ったから忘れちゃったのよ。こんなのはカンニングの証拠にならないわ。全員のテストの答案をもう一度よく見てください。何か気づくことはありませんか？気づくこと？ん？あれ？全員点数が一緒？それだけじゃない、答案の内容も一緒。はい、そうなんです。これでもカンニングしてないと言えますかな？マサヤちゃん、あなたカンニングなんてしたの？ごめん、お母さん。サキちゃんも？ごめんね。信じられない。もうあんたなんかうちの子じゃないわ。あなたもよ、サキちゃん。もちろんこの子たちは悪い。ただ、こんなことをしてしまったのはあなたたちのせいでもあります。はあ？私たちのせい？そんなわけないでしょ。私たちはカンニングしろなんて言ってないわ。
マサヤたちにどうしてこんなことをしてしまったか聞きました。そしたら全員、親からの勉強のプレッシャーがすごかったからと、悪い点数を取ったら人格まで否定される、大好きな親からそんな言葉を言われるのが辛くて、言わせるのが辛くて、どうにか点数を取ろうとカンニングしてしまったと。そんなの言い訳？言い訳でももちろんあるでしょう。でも本心でもあると思うんです。カンニングした8人は1学期本当によく頑張っていましたから。2学期のテストはカンニングしてしまいましたが、1学期は休み時間も勉強するくらいだったんですよ。放課後もよく質問に来てました。彼らは必死だったんです、あなたたちの期待に応えようと。お願いです、否定するだけじゃなく、結果を見るだけじゃなく、彼らのこと、彼らが結果に至るまでの過程をちゃんと見てあげてください、認めてあげてください、どうかお願いです。もういいわ、帰るわよマサヤちゃん。お母さんも悪かったわ。お家に帰って話しましょう。え、サキちゃん帰るわよ、ごめんね。全員帰ったね。お疲れ畠山くん。ここからですよ校長。そうだな、その後俺の言葉は子供たちと親に届いたようで、子供たちは俺に謝罪をしてきて、親との関係も良くなったようだ。カンニングしたということでしばらく停学にはなるが、きっといい顔で帰ってくるだろう。あやね、こんなことに巻き込んでしまってすまなかったな。大丈夫ですよ畠山先生。でも難しかったんですよ、中途半端な点数をわざと取るって。まあそうだよな、ああごめん。実はあの再テスト、あやねに中途半端な点数を取るように頼んでおいたんだ。そして彼らはカンニングし合い、あやねと同じ点数になったってわけなんだよな。カンニングがあるって分かったのは全員の答案が全く一緒だったから。だけどあいつらを信じて自分から言ってくれるのを最後まで待ってたんだよな。でもどうして私はカンニングしてないって最初から信じてくれたんですか？俺は担任だ。あやねがそんなことしてないって知ってたし、これでも国語の教師だからわかるんだよ。作者の思いを考え記述するところがあったろ、あやねの書いた文章だなって。おお、国語の先生っぽい。国語の先生なんだよ。ぽいってなんだぽいって。でも俺も未熟だよな、こうなる前にどうにかしてやれなかったなんて反省しかないよ畠山先生。ドーン！なあ！うわー！ひまり、何するんだ！畠山先生らしくないって。俺らしくない？うん、失敗はいつもしてるじゃん。えな、それでもすぐに立ち上がって生徒のために頑張るのが畠山先生でしょ。ああそうだな、だるまみたいな体して何度も起き上がってくるんだ。ああ体型は今関係ないだろうが。七転抜刀ってやつだね。すごいハルト君、頭いい。七転び八起きよ。七転抜刀じゃ7回転んで8回倒れてるから。そうだな、うん、俺らしくないよな。失敗してそのままじゃなく、これからどうしていけばいいか考えればいいんだ。よし、もっともっと勉強していい教師になるぞ。その調子だよ畠山先生。うわ押すな。転がりすぎだって畠山先生。体が丸すぎるんだ、勉強の前にダイエットしろや。あ、川まで行きそうかも。まさかそこまでは。ギャー、とっとまらない。あ、これ行くね。なぎゃー、冷たい。畠山先生最高、本当に最高だよ。いやさすが、面白い、笑わせてくれるの。ああ、畠山の様子がなんかおかしくないか。もしかして泳げないとか。
いやいや、そんなわけないでしょ、先生なんだし。助けてくれ、俺泳げないんだ。泳げないから体育教師になりたかったけど、国語教師になったんだ。嘘だろ。早く助けに行こう。助けて。ごめん畠山先生って、浅い膝丈しかない。誰かを助けて。あれ、足ついてる。今のなし、今のは忘れてくれ。ごめん、クラスの LINE グループに写真送っちゃった。なあ